西区伊川谷にやってきました。ビニールハウスがずらっと並んでいますが、この辺りはお花の生産が盛んな地域です。今日はどんなお花がどのように育てられているのか聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。綺麗なお花がいっぱいですね。あ、かわいいワンちゃんまでいますね。こんにちは。皆さんがこちらでお花を作ってらっしゃるんですか。はい、井川八物部会の、はい、構成員の皆さんがあそう、はい、もう皆さんそれぞれにお花を作ってらっしゃる、はい、ということなんですね。でこのワンちゃんは、あ、このワンちゃんはその井川八物部会の看板犬 PR 犬にしたいなと思いまして。お名前はのんちゃんです。のんちゃん、はい、PR 犬ののんちゃん、よろしくお願いします。さて皆さんはここで協力し合いながらお花を作ってらっしゃるんですか。そうですね、はい、どんな風に花をこう消費者の皆さんに楽しんでいただきたいっていうのがまず第一目標として置いてまして、はい、でそれに向けて何をすべきかっていうようなことをね、こうみんなで考えて部会の方を進めております。はい、じゃあ今日こちらに今いっぱい咲いてるお花はこれは何ていうお花ですか。これはビオラです。あ、パンジーよりも少し小さめのお花になる、はい、小ぶりの花になります ね、はい、他にはどんな花が今の時期にこう、はい、あるんがパンジービオラ、はい、そこがメインになってこようかと思うんですよね。これからの季節はどんなお花が、ね、今からでしたら春夏に向けて分かりやすいところでしたらそのペチニアであるとかね、はい、ベコニアであるとかサルビアであるとかそういったものがメインの商品になってくるかなと思いますけどね。なるほど、はい、井川で生産されるお花の特徴というのはどういうところにありますか。はい、ですね、消費者の元に渡ってからこう丈夫に育つっていうようなところですね、はい、そこを目標においてこう生産に取り組んでいっております、うん、なるほど、はい、鉢物ということはこれは花壇に植えられるお花ということですか。はい、メインの扱いとしてはその花壇内っていうようなことになるかと思います、ね、花壇内ですね、はい、花壇で植えて楽しんでもらうっていうのと、はいはい、どんなところに植えられるんですか。その皆さんの目に届くところであれば神戸市の街頭花壇であるとかね、はい、うん、あと花時計であるとかね、市役所のすぐ横のところですね、はい、使っていただいておりますね、はい、去年の秋に大きなイベントもされたんですよね、はい、去年の秋口なんですけども、ビオラを使って花絵ですね、はいはい、うん、私も見に来ましたけど、はい、ものすごく大きな花絵でしたよね、はい、何万株ぐらい使われたんですか。ね、6万5千ぐらいです。すごいですね、はい、ところで東北を支援する活動もされているそうですね。はい、去年の夏に、井川八の向かいの部下員が生産した花の販売代金の一部を、はい、東北の方へ寄付させていただいておりますね、はい、なでしこの花だったんですよ ね、はい、そうですね、やっぱりもう日本を象徴するようなお花ですもんね、はい、うん、辛い状況の中なんでこちらの、ね、お花を見ていただいて少しでもね、うん、癒しなりなんなりね感じ取っていただけたらなと思いましてね、去年の秋には東北にも届けてもらったんですよね、はいはい、西区ですね、西区の多摩津中学校の子どもさんが、はい、東北行かれる時に、はい、お預けして届けていただいたような形になっております。現地の方もお喜びになったでしょうね、はい、ちょっとも喜んでいただいたと思っております。はい、ところでこの井川のお花をどこに行ったら買えるんですか。兵庫六甲の直売所のめぐみさん、あそこにはね確実にずっとあるんですよ。JA の六甲のめぐみさんですかね、はい、うん、はい、何か目印みたいなものはあるんですか。目印としてははい、ポットがね緑なんです、うん、その全部が緑ではないんですけども、3つのポットに関してはもう緑で統一させてもらってますんで、はい、それが目印になるかと思いますけどね。これが井川の花だって思えばいいんですね、はい、はい、で今度大きなイベントもあるそうですね、はい、今度ね3月の1日2日3日ですね、神戸花物語っていうイベントで、はい、まあ、春のこう商材寄せてっていうようなことになるんですけども、今日皆さんお揃いのタピオね、どこがね、なんですけども、そこで今ねお話出ましたパンジービオラであるとか、はい、うん、それ以外のお花もたくさん用意させてもらってますんで、はい、うん、その時は皆さんもいらっしゃるんですか。はい、私ども生産者の方も出向きましてですねお花の販売させていただきますんで、はい、またご質問があれば何なりと、うん、お受けさせていただきたいと思っております。じゃあぜひたくさんの方に来ていただきたいですね、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます、神戸花物語井川八物部会員全員で
愛情を込めて作った花がいっぱいあります。皆さんぜひお越しください。お待ちしてま す。来週はいちご狩りの話題をお届けします。お楽しみに。